ここがムアラニの故郷の流線の州だな。へえ。言っただろう、戦闘が終わった後の温泉は最高だって。あなた、お酒を一本持ってきてちょうだい。一本で足りるのか？二本持ってこよう。夜まではまだまだ時間があるからな。この後、黄金の夕暮れに行かないか？これでこそバカンスって感じ。素敵ね。賑やかだな。モアラに何かお祭りでもやってるのか？毎日をお祭りのように過ごすっていうのが私たちのモットーだよ。毎日が祝うべき日なんだ。あちこち見て回らない？案内するよ。どこから行こうかな。花歌レコード、コランチェ広場選択肢はいっぱいあるけど、もちろん温泉だよ。天然温泉は体にいいから、ゆっくり浸かるとぐっすり眠れるんだ。おい、まさか一緒に入るのか？恥ずかしがらないで。ほら、着替えに行こう。ムアラニ？え、誰？アテアおばさん？おばさんって呼ぶなって言ってんでしょ。そんなに老けて見える？この二人を天然温泉に連れて行こうとしてるのね。うん、紹介するね。こっちは旅人で、隣の小さい子がパイモン。二人ともナタに来たばっかりだから、ここの風習を体験してもらおうと思って。よろしくな。はじめまして、私はアテア、ムアラニのお隣さんよ。今回のキカセイヤの巡礼じゃガチーナに負けたんだって？あとちょっとで勝てたって。ほんと悔しいな。でもカチーナちゃんに負けたのは仕方ないって思うよ。あの子すごく強いもん。そんなことより温泉温泉。アテアさん、一緒に入ってくるから、また後で。旅人とパイモンに水着を選んであげないと。待ちなさい、温泉のルール、まさか忘れたわけじゃないでしょ。え、何のルールって、もしかしてルール？温泉に入るのにルールなんてのがあるのか？外から来た人はそのまま天然温泉に入っちゃいけないの。まずは人工温泉で試練をクリアしてちょうだい。そんな怖いものじゃないの。簡単に言うと、天然温泉の水温はちょっと高いから誰でも耐えられるわけじゃないの。前に旅の人が火傷したことがあって、それでこういうルールが生まれたんだ。外国でも、アテアさん、そこまで厳しくしなくても大丈夫じゃない？温泉を舐めるやつはみんなそう言うけど、気をつけた方がいいと思うわよ。最近のちょっと危なそうだな。実はオイラってそこまで強くないし。用心するに越したことはないわ。私がいる限り危険な目に遭わせたりしない。はいはい、そうするよ。いい子ね。言っとくけど、小細工は通用しないわよ。後で。分かってるってば。だいぶ良くなったわよ。こーら、ちびども、温泉で遊ぶなって言ったでしょうが。やばい、あのうるさいおばさんがまた来た。逃げろ。待ちなさい、今日こそ説教してあげるから。元気なやつだな。おばさんは流線の州では知らない人がいないほど伝説級にすごい人なんだよ。私がコメを手に入れる前からおばさんは有名な選手だったの。流線の州には温泉が大好きな女性がいて、よく温泉の集まりを開いてるってみんなって。
この集まりに参加した人を戦友って呼んでるんだ。リリウとかケウラニ、フィチャマとか、みんな尊敬されてる選手だよ。あ、ここで暮らしてたらオイラも毎日温泉に入れそうだな。でもね、ある戦闘でアテアおばさんはアビスの魔物に服救援が間に合ったおかげで命に別状はなかったけど、お湯に浸かるとアビスの力による臓器の侵食が加速して命が削られちゃうんだって。そんなにひどい傷を負ったのか。道理で体に傷跡があるわけだ。一見わからないよね。アテアおばさんは怪我の話なんてしたことないし、それにたとえ自分が入れなくてももっとたくさんの人に温泉を楽しんでもらいたいって、おばさんはここ数年ずっと人工温泉を掘り続けてるの。さて、この話はここまで。温泉に連れてってあげるね。なるほど、いいアイディアだね。気に入った。なあ、族長は絶対に同意してくれるって言っただろ。じゃあ今すぐ行動しようぜ。絶対に誰にも知られないようにな。おーい、アミナ、ヒクエル、マロカン、何してるの？楽しそうじゃん。ムアラニ、おかえり。あれ、その二人は？こっちは旅人とパイモン。大事なお客さんだよ。二人を天然温泉に連れて行こうと思ってたんだけど、アテアおばさんにバレちゃったからこっちに来たんだ。奇遇だね。私たちもちょうどアテアさんの話をしてたんだよ。あのさ、ムアラニ、アテアさんの病気良くなってるみたいだ。気づいてたか？本当？なんでわかるの？お前が外でトレーニングしたり大会に出たりしてる間、アテアさんはよく夜に一人で温泉に行ってたんだ。部族の北の洞窟にある温泉覚えてるだろ？以前はよく行ってたけど、何かしらの理由で廃棄されたらしい。お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に入ってる。これがだから、アテアさんのために内緒であの廃温泉を改造してパーティーを開いてやろうって思ってるんだ。族長からも OK が出たし、ムアラニ、あんたも一緒にやってくれよ。もちろん。こういうことするのに私抜きってのはなしでしょ。でも今はもっと重要な用事があるの。温泉が終わったら合流しよう。うんうん、今はお客さんをもてなす方が大事だからね。ここはこの数年で開発したばかりの人工温泉だけど、天然温泉と比べても全然劣らないよ。なんて言ったって私たちの心血が注がれてるからね。それから君たち、アテアさんにサプライズを用意するのはいいけど。安心してくれ、気をつけとく。それじゃあ先に行ってくるぜ。私もこれで失礼するね。楽しんできてちょうだい。やっと温泉の時間だ。水着はバッチリ用意したから更衣室まで案内するよ。心も体もリラックスするでしょ。
気持ちいいな。湯気もポカポカだぞ。初めて温泉に入った時、私全然落ち着きがなくってさ、パパって二人がすごく焦って探し回ってくれてるところにゆっくりと水面から顔を出したらしいんだ。まだ物心がつく前のことだから後で聞かされた話なんだけど面白いよね。ママに似て泳ぎ上手で、初めてだからもし泳ぎたくなったら安心して泳いで、何かあったらすぐ助けてあげるから。本当か？オイラもやってみ。アテアさん、本当にわざわざ見に来てくれたんだ。ちゃんとここにいてほっとしたよ。牛乳とお菓子を持ってきたからここに置いておくわね。人工温泉はぬるめだからチビ流ビスケットとグレインチップスを選んだの。食べてみてちょうだい。私が作ったんだから。温泉の醍醐味を本当に分かっている若い子は少ないのよね。いい？お菓子は温泉の暑さに合わせて選ぶの。温泉に浸かりながら雑念を追い出すの。だから温泉で泳ぐのはとっても失礼な行為よ。ちぇ。さて、あんたらはここの暑さにも慣れたみたいだから天然温泉に行っても大きな危険はないはずだよ。じゃあ私は行くけど、牛乳を飲むのを忘れないでね。特にムアラに、あんたは小さい頃から牛乳が嫌いでこっそり温泉に流したりするんだから。私が見ていなくたってもうそういうことはやめなさいね。わかってるって。そんなこともやってたのかよ。温泉に牛乳あの時はバレないと思ってたんだけど、水が光りすぎるとめまいがする人もいるんだけど大丈夫そう？オイラは大丈夫だぞ。ちょっと体質が温泉に合ってるみたいだね。午後はあいつらのセンスだからごめん。寝め合わせに素敵なお店をいくつか紹介するね。え？うんうん、温泉に入れてもらってお菓子までもらったんだ。困った時はお互い様だろ。じゃないと一方的でちょっと申し訳ないぞ。二人とも、それじゃあ一緒に。なんでお客様で連れてきたんだよ。手伝いに来た。え、そんなのダメだろう。まあまあ、
二人もこう言ってくれてるんだし、気楽にやろうよ。おーん、どこから始めようかな。温泉の湯の出隅っこのボロボロな箱も捨てるべきだね。ねえねえ、誰か布地とか木材とか装飾を買ってきてくれない？それとお菓子も。まとめ割りとかもあるはずだから値引いてもらうのも忘れないでね。値段交渉は苦手だぞ。お前が行ってきてくれよ。俺だって無理だぜ。どんなのを買えばいいかもわからないし。じゃあさ、こっちのことは俺たちに任せて、あんたたち3人で買い出しに行ってくるのはどうだ？それもそっか。じゃあ買い出しは任せて。ついでにお店とかも案内できるしね。じゃあ行ってくるよ。またここに戻ってくるね。キコセイヤの巡礼に参加してきたんですか？うん、でも今年はダメだった。まあ試合に勝ち負けはつきものですからね。気にしない気にしない。さて今日は何を探してるんですか？じゃじゃーん、はい、これリスト。ねえ、今日はめちゃくちゃ大きな買い物だから負けてよ。そんなにたくさん？パーティーでも開くんですか？そうだよ。し、ここだけの話だけど、アテアおばさんのために温泉パーティーを準備してるの。アテアさんはもう温泉に入って大丈夫なんですか？もう一声。はいはい、はあ、本当にしょうがない子ですね。住んでくるからちょっと待っててちょうだい。ムアラにやるな。へへん、任せてよ。そうだ、ねえねえ、ここにある石って売り物かな？興味があるんですか？それは安くないですよ。わかってる、これは値切らないから分けて包んでよ。ううん、カチーナちゃんこういうキラキラした小物が好きなんだよ。だから見つけるたびに買ってるんだ。ひとまず置いておいて、カチーナちゃんが買って帰ってきたらプレゼントしようと思って。お待たせしました。漏れはないかしら、確認してくださいね。どれどれ。ん、ジュースが一箱多いけど。ああ、それはおまけです。7年前、集落にアビスが侵入した時、アテアさんは兄の命を救ってくれました。アテアさんによろしくお伝えくださいね。絶対に最高に賑やかなパーティーにするから安心して。買い物終わり。ただいま。片付けの方はどう？わあ、だいぶ綺麗になったね。当たり前だ、そこに潜って半日もかけて砂利や泥を取り除いたんだぞ。そっちはどうだ、全部変えたか？えへ、いろいろ買ってきたぞ。洞窟の入り口に置いてある。よし、あと一踏ん張りだ。みんな頑張ろうぜ。私がやるから君たちは少し休んでなよ。戻ってくる途中に考えたの。ここに綺麗な絵。どう？悪くないでしょ？おお、ムー
ちのお店のこともやってるからね。こういう手入れとか整理整頓には自信があるんだ。もちろんみんなの協力あってこそだけど、でもこんなに遅くまでかかっちゃったのは想定外。今からアテアおばさんを誘うのはさすがに無理だよね。今夜は無理だな。アビスの侵入に備えて族長がパトロール隊を立ち上げたのは知ってるだろ。アテアさんも志願したらしい。で、今夜はアテアさんが担当なんだ。そっか。じゃあサプライズは明日にお預けだね。うん、帰っていいかもね。夜間のパトロールが終わって、じゃあ今日はこれで解散にしよう。旅人とパイモンも疲れたでしょ。宿まで送ってあげるね。また明日。また明日な。おやすみ、ムアラニ。今日はたくさんある。明日の温泉パーティーに備えて今日はしっかり寝ないとだな。一緒に戦いたいなって思ってたんだ。もうちょっと耐えて。今助けに行くから。裁きの雷槌。情けない最後ね。みんながそばに。あいつらアビスに汚染されてるのか。うん、アビスそのものだよ。さあやっつけよう。粉々よ。豆はありません。燃えろ。は全力攻撃。ひゅっ、稲光、すなわち永遠なり。助かったよ。私は大丈夫ですから、他の人をお願いします。死ぬとこだった。それ、それ、くらえ。ど
この辺の魔物はほぼ片付いたみたい。君たちがいてくれて助かったよ。でも今夜の襲撃はこれで終わりじゃないって気がする。アミナのところに行って聞いてみよう。対策はしてるつもりだったけど、どうしても人手が足りなくて。アビスはどこから侵入してきたの？東から。アビスの教門の位置は特定できてる。アビスの教門って、アビスによって作られた扉とでも考えればいいかな。侵入を食い止めるにはアビスの教門を壊さないといけない。それも、うん、私もそれが一番心配。それに、ならとりあえず東側のアビスの教門を片付けちゃいましょう。もちろんだぞ。流線の州を代表して感謝。時間がないから。包帯が値上がりしたっていうのに。燃えろ。逃げ道はありません。俺は不敵な団長だな。皆さん元気を出して。ごめんなさい。の教師。近くに新しい魔物は出て。こんな襲撃によ大変っちゃ大変だけど、先祖代々そうやってきたわけだし、アビスにしてみればこっちが大変だろうがな。さ、帰ろう。お、何見てるの？あっちに何かある？この状況じゃあっちに支援に行ける人はいないかも。あれ、魔物が減ってきた。みんなもう少し頑張って。ドリフト。やれる。冒険だ冒険。燃えろ。想定内の不運だ。
失礼ね。私がここにいるんだ、最善を尽くしたつもりだけど、状況が。今は話さないで。ひどい傷。アビス、こっちで合ってるか。おい、誰かいるか。ムアラニ、それにアテアさん、どうしたんだ。二つ目のアビスの凶門が現れたって聞いて。アビスの凶門はアテアさんが片付けてくれたよ。いいな。自分の体のことを自分が一番よく分かってる。いや、実は知ってるわよ、アテアさん。バレバレよ。普段は会ったら必ず挨拶してくれるのに、今日はそれとムアラに。お菓子はあんたが買ってきたんでしょ。その話はいいから、お医者さんが来るまでもうちょっと頑張って。体が治ったら。この汚れの力は私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。あれ、結晶が浄化されてる。風魔竜が苦しんで流した涙だ。僕も涙の結晶を持ってるんだ。アテアさん、アテアさん、試すって何。あ、今のって消化吸収。アビスの力が削ぎ取られていってる。マジかよ、こんなの初めて見たぜ。アテアさん、アビスが消えた。うん、そうだよ、旅人が助けてくれたの。旅人は大丈夫なの。今アテアさんの体からアビスの力を浄化してくれたんでしょ。君はアビスの影響を受けてないの？本当に？よかった、はあ、よかった。さっきは本当にヒヤヒヤしたぜ。よし、みんな今日は帰ってゆっくり休んで。アテアさんの体が治ったこととアビス撃退を祝して、そして何より
旅人とパイモンへの感謝を込めて、明日は盛大にお祝いしましょう。それじゃあ解散。おい、よし。君にあんな力があったなんて。おかげで本当に助かったよ。オイラもお前にアビスを浄化できる不思議な力があるってことを忘れてたぜ。モンドでもトワリンの涙を浄化したよな。さっきはお前がいてくれてほんとよかったぞ。お？暗い顔してどうしたんだ？お湯に浸かるとアビスの力による臓器の侵食が加速して命が削られちゃうんだって。あのさ、ムアラニー、アテアさんの病気お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に。おーい、なにぼーっとしてんだよ。おいらはレブ。若い子たちと遊ばないの？お菓子が口に合わなかったかしら？それとも温泉が熱すぎた？ってわけでもなさそうね。昨日はあんたがアビスの力を浄化してくれたって聞いたけど、もしかして何か気づいた？ああ、もう少し黙っていようと思ってたんだけど。何？ちょっと散策に付き合ってくれる？アテアさん、どこ行くんだ？何かあったか？なんでもないわ。賑やかだからちょっと落ち着いたところで休んでくるわ。すぐ戻ってくるから気にしないで。お菓子はあっちの箱の中にまだあるから。全部今朝の焼きたてよ。じゃあ遠慮なくいただきます。ムアラに。うん。時間が経つのは早いわね。いつの間にかこんなに大きくなっちゃって。あんたが温泉で悪事を働いて両親は変わりないの？うん。仕入れのために町を出てるけど。旅人、君何か知ってるんでしょ？自分の口で言うわ。実はこの頃温泉に入るようになったのは体が良くなったからじゃないの。昨日アビスの教門に一人で対抗したのも、選手として守るべきルールを忘れてしまうほど慌てたからじゃない。この体はもうダメなの。昨夜の洞窟ではこちらの異教の旅人が助けてくれたおかげで、今日はこうやってパーティーにも参加できたけど、おそらくあと数日でしょうね。だから1分1秒でも長く温泉に浸かって、そうしていられる最後の時間を大切にしたかったのよ。ムアラに。人工温泉で私が見ていなくったって、もうそういうことはやめなさいって言われた時、アテアさんに
本当に治ってほしかったのに。治るのも死ぬのも私にとって大した変わりはない。復活を経験したことがないあんたと違って、私は死と窮地の中と言えるほどだからね。とも心残りがあるとすれば、あなたの状況がどんどん悪化していくのをこの目で見ながら、怪我のせいで前線で戦えなかったこと、それもなくなった。命尽きる前にアビスと戦えたからっていうのもあるけど、うわ、流線の衆やあなたの未来をあんまり心配することもないかって思う。怪我がなくたって、いつかは老いて死ぬ。できることはやり尽くしたつもりよ。覚えていて。生きている時も死んだ後も、私はあんたたちと共にいる。アテアさん、すでにいろいろ考えてたんだね。全力で部族とナタンを守るから。アテアさんと同じようにね。ねえ、それから旅人とムアラに、もしエンジン様に会う機会があったら、これを渡してくれる？生涯にわたって私に付き添ってくれたお守りよ。私から彼女への形見分けってところかしら。前線で戦ってた時、それは私に幸運をもたらしてくれた。この中には私の思いと意志が宿ることでしょう。そう伝えてちょうだい。彼女ならきっと意味を分かってくれるはず。安心して、絶対に叶えてあげるから。え、伝えたいことはこれで全部よ。さあパーティーに戻りましょう。残りわずかな時間を悲しむために使いたくないもの。旅人アテア、ムアラニー、早く来ないとお菓子がなくなっちゃうぞ。こーら、満腹状態で温泉に入っちゃダメって言ったでしょ。人生は後戻りのできない旅なの。心置きなく勇気を出して前へ進めばいい。